はい、こんにちは、夏橋です。今回は初心者のためのギター講座ということで、G の押さえ方は2通りあるというテーマで喋ってみたいと思います。この動画にたどり着いた皆さんは、割とこう、ギター始めて間もない方が多いかなと思うんですけれども、そういう人に向けての動画になります。G というのはですね、こういう音がするわけなんですけれども、これに、指使いっていうものが2通り存在します。他にも1つのコードでいろんな押さえ方をする 2パターンだったり、もしかすると3パターンあるコードもあるんですけども、そのうちの1つですね、 G というのは指使いのパターンが2通りあるということです。で、1つ目のパターンとしては小指を使うパターンです。ですね、一番上の弦で、ここから1、2、3つ目を薬指担当して、その次の弦を、中指担当で、一番下の細い弦をこれ小指が担当します。で、人差し指は何も押さえません。なのでこんな感じで、これで、こういうふうに、弾きます。今ちょっと人差し指を見せないようにしたのは分かりやすくやってるわけで、普段はこんな押さえ方しませんけど、普段はこんなこういう感じ、これはフリーです。何も押さえてません。で、一番下で小指を使ってる、こういう押さえ方をします。で、もう一通りとしては小指を使わないパターンです。そうするとですね、一番上の弦を中指が担当して、次の弦を人差し指担当です。で、一番下の細い弦を薬指が担当します。で、小指は何も押さえません。で、こんな風に押さえるっていうような、こっち小指を使うパターンと、使わないパターンの2通りがあります。で、どっちが正しいかとかいうのはなかなか難しいところではあるんですけれども、教則本なんかを買ってみ見てみると、大体この G は小指を使ったパターンで載ってることが多いんじゃないかなと思います。だからといって、こっちの小指を使わないパターンの方が間違ってるということはないんですけれども、最悪どの指を使ってであれ、その音が鳴ってれば、いいんですよ、ギターってのはね。だからその人なりの、パターンっていうのがあるはずです。だから、違うパターンってあるかなちょっと思いつきませんけども、もしかしたらそういうパターンもまあないあるかもしれないし、ないかもしれないし、まあわかんないけども、まあその2通りがある。で、それぞれのいい悪いではなくて、メリットデメリットという意味でちょっと解説していきましょうか。この小指を使うパターン、これのメリットは後々にですね、G-sus4 というコードを弾きたいときに役に立ちます。G-sus4 というのはですね、G を押さえます。この3つで押さえます。そして余った人差し指で、下から2番目の弦で、ここの 1フレット目、これをこの音、この音を人差し指で押す、押さえる。で、これを一緒に全部鳴らす。こういうふうに弾くとですね、G-sus4 というコードになります。正しくは、本当は違うみたいなんですけど、僕がいつも言ってる、簡単に G-sus4 を弾くという弾き方だと、普通に G を押さえて余った人差し指で G-sus4 の音も出せる。この G-sus4 から G っていうコード進行っていうのは結構いろんなところで出てきるので、こんな風にですね、
割とこう、あ、なんか聞いたことあるようなフレーズっていうふうに思う人が多いかと思うんですけども、この小指を使った押さえ方だと、この G-sus4G っていうコード進行がすごくやりやすいです。逆に言うと、こっちの人差し指を使わないパターンで、それをやろうとするとすごく難しいというか実質できないですね。なので、もしそういうコード進行が出てきたら、小指を使ったコード進、小指を使った G の押さえ方にするしかないので、後から修正するよりはもう最初から、こういう G は小指で押さえるっていう風にした方がスムーズではあります。じゃあ、小指を使わない方に何かメリットあるのっていう風に思う方もいらっしゃるかと思います。こっちの小指を使わない方にもメリットっぽいメリットあります。一般的にですけれども、割とこう手の小さい方、あるいは指の短い方、その人はこっちの小指を使わないバージョンの方が G 押さえやすいっていう風に感じる人が多いみたいです。僕はもう小指で使うバージョンで覚えたので、どっちが弾きやすいんだろうっていう風のはあまり言えないんですけれども、ギター初めて、全く触ったことのない人にギター貸して、G っていうコードを教えた時に、こっちの方が押さえやすいなっていう人が多かったりもします。実はね、小指を使ったバージョンっていうのは、やっぱり全くギターを触ったことのない人にとっては、この小指で弦を押さえるっていうのが、それはそれで結構難しいことだったりするんですよ。なかなかこの小指っていうのは、特に左手が利き腕じゃない人、利き腕利き手じゃない人は、小指でこうここを押さえる、力がなかなかうまく入らなくて、結果うまく押さえられないっていうふうに感じる人がやっぱ一般的には多いので、小指を使わない方が押さえやすいわっていうふうに言う人が多くなってしまう。なので、そのどっちが押さえやすいかは人それぞれになってくるので、そのメリットとデメリットを踏まえた上で、押さえ方をどっちにするかなっていうふうのを決めればいいと思います。で、ゆくゆくはですよ、どっちの押さえ方もできるようになると便利です。今は交互に違う押さえ方をしましたけれども、こんなことも後々にはできるようになると、特に小指を押さえたバージョンのだと、G-sus-G、この素敵なコード進行がすごく簡単に弾けるので、僕の他の動画でも言ってますけれども、僕の、個人的な見解では、G は小指を使って押さえた方がいいんじゃないかなと思っています。小指を使うというのがなかなか難しいっていうのはもちろんあるんですけれども、ギターを全く始め、これから始めようっていう方にとっては、どっち小指を使おうが使うまいが、どっちにしても難しいことには変わりないと思うんですよ。なので、最初から小指の方を使う方に慣れておけば、
後から帰るよりは楽なのかなと思って、僕は小指を使ったバージョンをおすすめしています。なので、これを見て、やっぱりこっちにしようとか、どうしてもやっぱり小指だと難しいなっていう人は、そっちを使えばいいし、やっぱり小指に変えてみようかなと思って。で、ある程度弾けるようになってから、変えるでもいいし。どっちも覚えてれば、それはそれで、便利だと思うので、どっちも弾ければそれに越したことはないです。そんな感じで、自分にいい方を選んで、この G というコードと付き合っていくといいと思います。今回はこんな感じで終わりたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。では、さようなら。